婦女急殺されに来る一二百十日もあれなかった二百二十日も何の触りがなかった番犬の谷に瑞穂は頭を重く垂れて百姓らの気にかかるスズメの村にも 今年はは少ししにもを施してやろうぜというわけでのんびりした気分になって頼もに降りていた農フラはスズメおどしの鉄砲の荘園台を駄菓子とどぶろくに回して大豊作を祝していたこの頃になると必ずどこからともなく村に現れてくる越中富山の薬売りの源さんが今年もまた大きな薬箱を背負って村へやってきた。 去年は210日の大荒れで悲観しきっていた村では前の年に置いていった薬袋の減りの代さえも玄さんは受け取れなかった玄さんはこの村に入るや見渡す限り山裾までの秋の実りを見出してこれで3年分の薬代は確かだなと考えて真っ先に庄屋に入っていったまた来ましたよ。 今年は年はでで結構ですな。源さんは薬箱を勝手にいろりのそばにどっこいしょと下ろして庄屋の女中に話しかけたああもう源さんが来たかね23日中にまた渡り鳥が来るだろう女中は勝手の流し場の窓から栗の木の上の空を見上げたどうだね姉さん。 うちのお嬢さんの容は。お嬢さんああ源さんはまだ知らなかったはずだねお嬢さんは去年の暮れにねお嫁に行っちゃったかね源さんはポンと自分の額を売った何を言ってるだねお嬢さんは亡くなったよえ亡くなった そうだったかね。去年の暮れにね。ああ、暮れの二十五日だったか。それはご愁傷なことだったね。わしが来た頃はさほどとは思わなかったが。だが、わしの調合した薬は飲んだろうな。ああ、飲んだよ。 それで大変よくおなりなさったがああ思い出してもぞっとするそれがね女中は源さんのそばへ寄って小声で言ったただの死に用ではないのだからえただのでないどうしたのだやったかねさんさは刀を持つ手つきで、 自分の喉の辺りを突いてみせたおうおうそうでねえだとすると川に身を投げたかうん女中は頭を振って源さんを見た源さんはいかにも不思議なことを聞いたようにしかもそれは自分に全く関係のないよそごとを物好きに半ずるような様子で トンボのような頭をしきりに動かした。女中は源さんが考え込めば考え込むほど謎を解かせてみたくなってきた。源さん当ててごらん。源さんは顔を上げて女中を見た。これらかね。病気でないって言ってるじゃないか。なるほど、これらも病気だっけ。 では鉄砲かね。まさか。源さんはまたトンボになって頭をくるくると回し出した。どうもわからん。源さんは首筋を右で叩いている。越中富山には他に死にようがないがね。源さんはややしばらく考えていたが、急に大声を出した。 ああ、そうかわかった毒を飲んでしっ女中がげんさんを叱った奥の間から庄屋の女将さんが勝手に出てきた源さんはそれに気づいて立ち上がった結構な日和でまた出てきましたああゲさんですかいつもお達者で ええ、おかげさまで。今も女中さんに言われましたが、渡り鳥の先触れに出てきました。皆様、おかわりありませんか庄夜の女将さんの眉が濃く寄ったが、それもほどなく消えた。ええ、おかげで。それは何よりです。去年はすっかり私も死刑で。 どの村でも狂念払いを食いましたが今年はお天道様のおかげでまず大量ですそうですね今年は小作の値引きも来ないと言って喜んでますよ源さんは亡くなったというこの家の娘のことを聞きたくてならなかったなんと言って切り出したらばいいかと心を砕いていたお嬢さんは 源さんさはおかみさんはまたちょっと顔を曇らせたが「丈夫です」とひと言言ったきりであった玄さんが女細なく調子を合わせた「それは結構です」昨年上がった時のご様子では大分お安じしましたが。 んさんはこう言っておかみの顔に出る表情を見落とすまいとしたおかみさんの顔にいっとき当惑の様子が見えたがそれはほどなく消えて晴れ晴れしくなってきた玄さんのお薬で一枚一枚紙を剥がすようによくなって今は東京へ行っていますおかみさんの顔には心中の悲しさを強いて押し隠す虚偽の破綻が見えていた げんさんは黙って心の中で自分だけのことを考えていた。いや、また上がります。10日ほどは村にいます。源さんはこう言いながら、去年までは村での滞在の十日はいつもここの客人として扱われたのを思って、女将さんの返事を待った。そうですか。源さん今年もお宿をすればいいのですけれど。 今年は天が足りないので。源さんは自分の宿のないのを当惑するよりも、女将さんが娘の死んだことを隠そうと努力しているのに興味を感じていた。へえ、そう。どころではありません。いくらも止めてくれる家はありますから。いずれまた。源さんは薬箱を背負って立ち上がった。女中は井戸端へ逃げて出ていた。 今夜にも遊びにおいでなさいよ将棋の相手がなくて困ってますからああありがとう源さんは出て行った女将はその後ろ姿を見ながらボロボロと涙を落としていた<に>源さんが来たというので村の娘たちは 他の隣の小川で洗濯をしながらの話が栄えていた源さんが来たってさそうだってなあ今年は誰が話し相手になるだろうか源さんだって庄屋の娘がああして死んだのを聞いたらばあんまりいい気持ちはしないだろうよどうだかまた相手はいくらもできるだろうよそういうあんただってもな 何よ、おばな。それ、赤くなっただろうちゃんと去年のこと、オラは知ってるから。よしとくれ。あれはただ、源さんの話が面白いから、つい夜更けまでお寺の淵で話してただけじゃないか。へえ、そんなこともあったのかい。問わず語りとは、ごちそうさま。覚えておいでよ。源さんがね、 もう知つねえよて一人の娘は洗濯物を持ってさっさと引き上げていった残った娘は水につけた浴衣をバタバタと音を立てて洗い出したカエルが一匹浴衣の裾に包まれて苦しんでいるズドンと大きな音がした娘は驚いて音のした方を見たあぜ道で 合わせ姿に鳥打ち坊の玄さんが鉄砲を撃っていた娘は見てならぬものを見たように顔を伏せた頭の上を泣き連れて雀が100羽ほど逃げていった娘は闇がたい誘惑を感じてまたも顔を上げた背伸びをしてみると玄さんはあぜ道の立ち木を伝ってこっちへ近づいてくる 娘は手を高く振って見せた。源さんはそれを見たのか足を急がせて近づいてきた源さんが反応したのを知って娘は何もなかったように腰を下ろしてまた洗濯に余念もない「お嬢さん」源さんが4尺ほどしかない小川の向こう側に立って声をかけた「お嬢さん」と呼んでくれるのは源さんしかいない。 それも秋になってくる一年に一度の源さんだけであったお嬢さんびっくりさせてすみませんでしたね娘は顔を上げたああ正蔵さんとこのお嬢さんですね娘は源さんがちゃんと家の名まで知っていてくれるのを嬉しく思った今年は豊作で 村の衆も誰も鉄砲撃ちをしないと聞いたので、私が暇つぶしにスズメ脅しを引き受けましたよ。これから毎日音をさせますよ。商売は夜だけでいいですからな。村の男衆は怠け者で、方策と知るとスズメにまで気前よくご馳走してしまうのだから。ついでに、 この越中富山にもご馳走をしてもらうと喜びますがな娘は張りのある源さんの声にうっとりとして聞きおれている男らしさの中にどこともなく苦み走った源さんの顔が何とも言えず懐かしかったお夏さん今夜はお宅へ上がりますどうぞそしてまた 日本全国の面白い話の展覧会をやりますかなえ娘は源さんが手振り手まねで面白く物語った去年の様子を心に思い浮かべた源さんは急にぴょんと小川を飛び越えたそして何を見つけたのか腰をかがめて小川の中を覗き込んだおなつさん メダカが行列をしてますよ。言われて娘も源さんと顔を並べて小川を見つめた。水の流れの緩やかなたまりにメダカが二三十も並んで泳いでいた。二人はじっとそれを見つめている。娘のメダカを見つめる目がやや疲れた時、水の底に源さんの顔がそのまま見えた。その目は と娘,娘はハッとしたがどうしても目をそらすことができなかった体じゅうがあつくなってくるかゆくなってくる源さんが指を1本のばしてみなもをついた2人の顔は動いてゆがんでくずれていった源さんが少し体を動かした お夏さん、一年一年とあなたは美しくなってきますね娘はますます赤くなったんさんはそんなことには一向気づかぬようにメダカを見ているこうして毎年この村へ来るのも一年一年とお夏さんが美しくなるのを楽しみに来るようなものですよ 娘はもう動くことができなかった源さんが急に立ち上がった「ハハハハ越中富山には惚れ薬も惚れられ薬もなくてこうして私も年々年を取る」こう言い捨てて源さんはのもを見渡した一丁ほど先の谷。 今すずめが群れをなして降りたのが見えた畜生めまた来たなんさんは腰からケースを出して鉄砲を2つに折って弾を込めて狙いを定めたんさん今年は庄屋のお嬢さんがいなくて寂しいでしょうんさんは鉄砲の狙いをつけたまま答えた今は 脅しの雇い人ですからなでもあなたは毎年罪を作る今年は罪源さんは鉄砲の狙いをやめて鉄砲を二つによってケースを出した罪は作りませんがな罪ですよ庄屋のお嬢さんは源さんに殺されたってことですよ 私に殺された覚えがあるでしょ一向にそれはまたどうした噂でしょう迷惑迷惑源さんは真顔になって娘を見たその顔があんまり真面目なので娘は薄気味が悪くなった黙って洗濯物を水からあげて帰りかけた おなつさん、ちょっと待った本当に庄屋の娘は死んだのですか死ぬしかないではありませんか私たちとは違いますよ娘は振り返って源さんを真顔になって見つめたどうもわからん源さんは鉄砲を杖について考えている どうせ旅のの。ですもの行き当たりばったりにさようなら玄さんまたお夏はスタスタと家の方へ走っていった玄さんはしばらく立ったままお夏の後ろ姿を見つめていたが急にの母に身を振り向いてズドンと一発撃った群れたスズメが頼母から立って 珍珠の森へと逃げていった、3. 静寂な法然の喜びの底に眠っているこの村に妙な相談が始まった夕暮れが田野茂から小川からまた近い山裾から湧き立って稲子は水穂の先に足を引っ掛けて眠りかけていた。 村の辻に太鼓の音が起こった三つずつ続けて打つ村の青年は太鼓を聞いて相談があるのを知って辻に出てきたその頃はもう秋の日はとっぷりと暮れていた村の辻に一枚のて札が立っている本日午後8時より鎮守の宮にて相談会を開く 各自、宣米代金五千ずつ持ち寄りのこと。中野里青年会幹事。陳治の宮の境内に灯籠が二張り建てられてあった。青年会の幹事は、集まってきた青年たちの数を見た。時間励行も徹底してきたな。もう三人足りないだけだ。山添さんは町へ今朝行っているから、今夜の寄りを知らないのだ。 久之助さんは病気だそうかそれならただ一人だな足りないのは誰だ来ないのは青年は周囲の人をかわり見た賢吉さんを。ああそうだ賢吉さんが見えねえようだ幹事はちょっと考えていた呼びに行こうかといったものがあった 幹事は返事をしなかった。気の早い一人がもう宮の境内を伝としている。幹事が言った。おい、健吉さんは知ってるのだ。知っててわざと来ないのか知れない。昭やの娘と約束のあった人だから。やめろ、来なくてもいいから。おい、んさんは来なくてもいいそうだ。一人の青年が声を聞いて、 軍へ帰ってきた。合計19人だなそれでは相談を始めるからみんな近く集まってくれよ幹事が腰をかがめた皆は丸く腰をかがめた今夜の相談は他でもない富山の薬売りのことなんだあの薬売りはいつも秋になると来るあの男のおかげで 村には毎年嫌なことができるようだ今年は一つことのできぬ前から警戒しようではありませんか幹事の言葉に一同はなりを沈めたどう警戒するんだそれは大抵わかってるだろう諸女会に交渉して玄という男から被害を受けぬ前から注意を村の娘たちにしてもらうのだそんなことはまどろっこい あいいいいつを村から追い出せばいいだろう賛成だあいつは毎年女を一人ずつ手に入れやがる青年会の面目は丸つぶれだたき出してしまえ青年らはだいぶん興奮してきた幹事が言ったみんなあまり興奮しないでくれこの村の青年会員は独身者だけが会員なんだだから今あの薬売りを追い出すと 嫉妬のために貝がそういうことをしたように思われる。そんなわけもあるから、僕はどこまでも恩憫な手段で、諸女会に警告を発しただけで十分と思うのだ。それもそうだ。どうも忌々いましい男だ。それに今年は、スズメ脅しなどを志願してやってやがる。一体村の農事会がけしからん。 あいつらがあんな奴を信用するから、いよいよあいつがつけ上がるのだ。まあ、とにかく、幹事の案に賛成しよう。そして、第二弾の相談を始めようじゃないか。よし。賛成だ。賛成賛成幹事が立ち上がった。それならば、一つ俺から諸書会へ警告を発することにします。次に、もう一つ相談がある。 それは将来のことばかりでなく、過去に遡ってあの薬売りの責任を問うことだ。古いことはいいとして、去年来た時の庄屋のお嬢さんとのことだ。あれを何とか解決して、村の対面を立てたいのだ。一同は黙っていた。幹事が続けた。どうだね賛成しないか もちろんそれは必要だが、その方法はまず、あの薬売りを呼び出して事情を取り調べるのだ。それはいい。そして、あの薬売りに罪があるならば、将来入損を断ることにする。それぎりかい。不足そうに言ったものがある。ついでに罰金として、 二年分の薬代を支払わぬことにしたらばどうだろうそれもいい。それは妙じゃないか罪が金で支払えるだろうか。罰金だよ。誰が取るのだ村が取ることになる。そいつは変だぜ。みんなが小競り合いを始めた。幹事が言った。 そう、みんなで勝手に言ってはだめだ。とにかく、あの男の責任を問うことにするのは反対はないだろう賛成だ。それならば、その門跡委員はどうする幹事指名にして、三人くらいにしたらばどうだろう賛成。幹事はまた立ち上がった。では、門跡委員を指名します。ご吉くん、慶之助くん。 サブロー君。幹事さんもそれに入ってもらわなくちゃならないぜ。承知しました。幹事は安心して言った。では、今夜はこれまでとします。今夜の相談会の議事は絶対秘密に頼みます。今夜欠席の人には私から通知します。この点は間違いないでしょうな。みんな、誓って秘密にしようぜ。 サーシア幹事が言った。では、沢会に移ることにしよう。青年らは落ちた木を集めてきて鉄瓶を乗せて茶を継いだ。群れの周囲からは虫が降るように鳴いていた。といったようなわけで、 脇目から見ればのんき千番な商売にも見えるでしょうがこれでなかなか人知れぬ心配もあります源さんがお夏の家の茶の間で話していた夜は十時近い私はハンデ押したように毎年同じ村を同じ頃回って歩くので私が行くので忘れていた柿をもぐ村もあるし私の顔を見て 三種が虫になっているのを初めて気がつく村もあるほどです。この村も今日渡り鳥が来ましたろう。私がこの村に来て二日か三日すると毎年鳥が渡るのです。それにまたこうして十年も続けて旅をしていると国にいるのは一月つとないので国を国と思えなくなってきて 旅取りだということがしみじみ情けなくなりますよ女房がなければ自然子供もないただいまでは姉が一人国に残っているだけですその姉が私が帰るたびに嫁をもらえと勧めてくれますが私のように一年に20日やそこらしか国におらぬ者が嫁をもらっても何にもならず ただ足手まといとなるばっかりですよ。だからこうしていつまでものんきな一人者。行く先々で会う娘さんが年々女らしくなりお嫁に行くのを見るだけで、思えばバカバカしい暮らしようですよ。それでも時には面白い目にも合います。高崎の財へ行ったことがありました。 この村へは56年続けていったのでしたがここ34年はこの村だけへは寄らぬようにしていますよ寄って寄れぬわけではないですが私だってちょっとは人の情けも知っていますそれで寄りたいは山々ですがまた村を出るときの悲しさを思うと寄る気になれません その村の娘さんですがね、お初さんと言いました。今から十年近くも前のことなので、私も二十歳そこそこの頃でした。ふとしたことで、そのお初さんに思われましてね、私だってもそうなると憎くは思えなくなりました。お初さんは、年はその頃十八でした。 ああ思えばもうお初さんも三十近くなりましたねそしてその村にひと月近くもおりましたそして村を出る日になってもどうしてもおはつさんが私を話してくれないのですこちらは男のことですからそれに旅のものですから逃げれば逃げられぬわけでもなかったのです それなのに私が逃げられなかったというのは、実は私が村を出れば、その晩にこのお初さんが死んでしまうに決まっていたからです。うぬぼれているように思われましょうが、それがバカなことをしてしまいましたのでね。その頃私はモルヒネを持って歩いていました。 あんまりお初さんの情が深くて気持ちが悪くなってきたので、ある晩のこと、モルヒネを出してこう話したのです。この薬はシナから渡った飛躍で、この薬を耳かきに三つ飲めば、恋しい人の姿が目に見える。だからこの薬を飲め。そうすれば、あなたの今までの恋人が、 何人も何人もあなたの前に出てくる。あなたは夢中になってその人と話を始める。私はそれを聞いた上でなければあなたを国へ連れて帰ることはできない。と言ったのです。どうしてあんなバカなことを言ったものですかな実はそう言ったらばおはつさんは。 私は今まで恋などしたことはない今飲んで私の心の証を立てるこう言ってお初さんが薬を飲むすやすやと眠り込むその間に村を逃げ出そうという寸法だったのでしたところがお初さんにはそれまでも何人も何人も深くなった人があったらしいのです 飲まないだけならばいいですが、その薬をどこかへ隠してしまって、あなたはどうせ私を逃げていく、その時に私はあの薬を飲んで、せめてはあなたに会うのだというのです。それに私が一番困ったのは、私の渡したモルヒネというのがちょっとした思い違いで、 混ぜ物のない気のままであったのです。ですからそれを耳かけに3杯飲まれてはすぐに死にそうなのです。私はそれが恐ろしくて1か月もその村に引きずられていました。私も考えましたよ。あの薬を何とかして取り戻さなくてはならないと思ったり、またお初さんの頼みを聞いて、

そしてそれとはなく聞くとモルヒネは家に置いてきてしまったらしいのです。どうしてあんなにモルヒネが気にかかったのでしたろう。私はおつさんを村外れに置いたままちょっと忘れ物をしたからといって村へ帰っておつさんの家に火をつけたのです。 ひねを燃やしてしまいたかったのです火が燃えついたのを見届けて私は大急ぎで村外れに来ました泣いていたお初さんに「大変だあなたの家が火事だ」と話しましたお初さんは八百屋お七ほど情の深い娘でなかったと見えて目の色を変えて村へ飛んでいきました 私はその間に村から逃げましたそれから翌年は気がとがめてその村へは寄りませんでしたその翌年よってみるともうおはつさんは村内へお嫁に行っていましたさすがの私もいい気がしなかったのでおはつさんを脅して夜更けに外へ引き出しました そしてその恨みを述べると、お初さんの言うには、私は火付けとは話をしないというのです。私はびっくりしましたよ。その場からすぐにその村を逃げました。今思ってもぞっとしますよ。その後私はモルヒネを持って国を出るのをやめました。 昨年国を出るときに自分ももう相当な年になったからあんなバカなこともないと思ってモルヒネを持っていなくては村々の人を助けることができんので昨年は持って出ましたそのモルヒネがまた罪を作ることになったんでしょうか源さんは 案外無料に口をつぐんだ5女学校を卒業したのは庄屋の娘一人しかなかった他の娘は皆村の小学校を出た義理であった村の処女会はこういう人たちのうち特使の人たちが青年会からの注文で作った会であって 幹事は嫁に行ったので欠員であった。それに、今まで一度も諸女会として事をなさなくてはならぬ場合がないので、有名無実の会であった。今度の薬売りの事件が諸女会として事にあたる最初の事件であった。青年会の幹事は諸女会の幹事が欠員であったので、会員中の年長者に青年会からの意を伝えた。 それでその年長所属会員の家へ午後の2時に皆会員は集まることになった78人も集まったが残りの会員は農事と勝手と洗濯と裁縫とに追われて集まれなかった年長者が青年会からの意見を話した時に娘たちはすっかり腹を立ててしまったそんなことを村の男衆から言われることはないと思うよ げんさんの話を聞くのがなぜ悪いのだか私にはわからない。そうだとも。自分たちは土臭くなってただ村にばかり引き込んでいて雑誌一つ読もうとしない。私たちの方がよっぽど新しい知識を持っているじゃありませんか。こういう調子で青年会の申し出は諸女会の反感を買ってしまった。ゲさんは毎晩のように 村の家々をを歩いいてて世の中の話をしていた村の中話した村娘たちは源さんのいる家へ集まって話を聞いて夜を明かした話が果てると源さんはその家に去年置いていった薬袋を出してもらって自分の帳簿と照らし合わせてみて減っているだけの薬代を受け取った今夜も源さんは娘たちの心を集団して 少しばかりの地酒によって表に出た背に大きな薬箱を乗せて今夜はどこに泊めてもらおうかと考えて村の道を歩いていた村はずれの駄菓子屋では泊めてくれるに決まっているができるならばどこか娘のある家がいいと考えていたあのお夏さんの家では泊めてくれないだろうかとふと考えた おふくろさんが近来胃腸を悪くしているとも聞いたこれから寄ってみようかと時計を帯の間から出して星明かりに透かしてみると今宵はまだ早い11時であった源さんはのもからの夜風を冷たく思いながら話し疲れた頭の痛むのを感じた去年までは毎年庄屋で十日も止めてくれたが今年はこうして 宿を毎晩探して歩かなくてはならないと思うと旅愁がしばらくぶりで心を乱す源さんはとぼとぼと歩いていった大空に投げ散らされた星屑が流れ集まって銀河は今年も明らかに流れていたおい源さんは突然後ろから声をかけられてちょっと驚いた声の下後ろを振り向こうとした時 んさんの背にある荷が強い力で押さえつけられていた玄さんは身もだえしたが荷をしっかりと押さえられているので何とも仕方がなかった何ですか俺の聞くことに答えろ荷を後ろから押さえつけた男が圧倒的な声で言った承知しましたそうきつく引かれたは首が絞められてしまいます 源さんは両手で胸に抱えている縄を緩めていた貴様はまだこの村の娘をバかすかさあさあ返事をしろええとんでもない決して娘さんたちを馬鹿しなどはいたしませんただお話をしてご機嫌をとっているだけですそいつが悪いのだどうだまだこの村の娘と話をするか 決していたしません。そんなら今から村を出るか。源さんの荷は男の力でぐんぐんと後ろに引かれた。源さんは後ろに倒れそうになって足を二三歩後ろにずらせた。早く返事をしろ源さんは困惑した。まだこの村の家々から受け取るべき金が大部分残っている。 いかがでしょう。もう一日二日だけご勘弁願えないでしょうかバカを言うな玄さんの背中の荷が後ろに強く引かれて玄さんは荷を背にしたままズドンと往来に仰向けに倒れてしまった玄さんは起き上がらんとして見もだえた足をバタバタさせた背の下にある薬箱が玄さんの背を ゴシゴシとつついた。源さんの目の前に何かきらと光った。これを見ろ。源さんは顔を引いて光るものを見た。星夜の光と出刃包丁が鼻先で光っているのが見えた。ご勘弁を願います。源さんは手を合わせて拝んだ。おい、みんな。 出てこいよ。落ち着いた声が源さんの頭の先から聞こえた。バタバタとゾウリバキらしい足音が近づいてきた。源さんの鼻先にはまだ出刃包丁が光っている。はい、hey, 薬売り。貴様は人殺しをしたろ。 誰かが言った。源さんは薬箱を背の下にして仰向けに倒れたまま覚悟していた。人殺しはいたしません。ごまかしを言うな。決していたしません。庄屋の娘をはらませて殺したのは貴様だ。源さんはびっくりして目を見張った。 鼻先に光る出バ包丁をよけてみると3人ほどの青年が立って源さんをにらめているのが見えた貴様はモロヒネを庄屋の娘に置いていったろうそしてそれを飲めと言ったろうどうだ大抵に白状しろそそそんなことは決してまだごまかすか 穴の先の出刃が源さんの鼻先に五分ほど近づいた。源さんはがっくりと首を薬箱の先に落とした。レバはちょうど源さんの喉に来た。動くと喉に刺さるぞ。さあ、白状しろ。源さんは絶対絶命となった。頭ががっくりと下がっているので、血が頭に登ってきた。 白状をします。さあ、いえ。ちょっと首を上げさせてください。苦しくて白状もできません。行けねえ。そのまま喋れ。女王知らねえ奴らだな。玄さんが捨て鉢になって悪態をついた。どっちが情がねえのだ 三人はふふと鼻の先で笑ったさあ言えデバがいつの間にか後ろに下げているげんさんの目の前に来た俺早く言えよ危ないぞ今言うよそんなに聞きたげりゃ話してやらたった一人の旅の者を三人も寄ってたがりやがって 話してやるから、驚くなよ。玄さんの口調は嘲笑に満ちていた。いかにも俺は、去年、庄屋の娘を手に入れたよ。土癖貴様たちの手に負えない娘だろうが、俺はまんまと手に入れたんだ。羨ましかろう。青年たちは歯を食いしばって聞いていた。 おい、ドロックス兄さんたちまだ聞きてえのかそうしていかにも子ができたよだが子は俺には不要なんだ子ばかりじゃねえ娘もいらなくなったのだだから娘をだましてモルヒネをくれたよそして俺はこの村を出たんだ 隣村にいるうちにモルヒネを飲め。そうすればきっと親は驚いて俺を頼みに来る。その時俺が助けてやるって娘に話したんだ。そうして事情を話して嫁にもらっていくと示し合わせたのだ。ははは。バカなのは娘心だ。モルヒネを飲んだ。その頃は俺は 五十里も汽車で逃げていたんだ。やい村の若い衆。これだけ話したら虫が収まったろ。今年だって村の娘には大分モルヒネをくれたよ。お気をつけなさいよ。モルヒネを持ってる娘があったら、俺に手をつけられたと思ってくれ。吐くほど嫌がる村の若い衆が。 旅の薬売りにいいようにかき混ぜられるとは、ははは。おめでたい限りだ。もういいかいさあ、デバはおやめよ。危ないぜ。立っている青年は、拳を固めてブルブルと震えていた。デバが源さんの喉元でブルブルと震えた。え,えい、顔を起こすぞ。 大抵にデを逃ろ源さんが大声で怒鳴るや否や猛然と首を上げたあっ村の夜更けを破って声が響いた源さんが背に薬箱を背負ったまま立ち上がってまた前にうつ伏せになって倒れた喉からは「出血が滝のごとく流れた」 バラバラと青年は現場を逃げた夜霧が濃くなるその霧の底に源さんのうめき声がしばらく続いていた薬屋殺しのうわさは翌朝になって村中に広がった源さんの死体はそのまま庄屋に引き取られた その日の午前中に「昭屋からだ」と言ってこの話を絶対に他村の人には言ってはならぬという触れが出た午後になって巡査が一人隣村から剣の音を立てて村に入ってきた村の人たちは巡査の姿を見てちょろちょろと家の中に入ってしまった巡査は一周に一度の巡羅の通りに村の中を一周して 最後に庄屋の門にある純ら箱に純ら氷を投げ込んだこともない法然の農村に低くトンボが群れていた渡り鳥がその日は何度も何度も空の奥を通っていった巡査はいつもの通り庄屋の勝手口から入っていった女中が剣の音を聞きつけてびっくりして奥へ入っていった 巡査はいろりのそばに腰を下ろしてタバコを飲み出したさあお上がり主人が奥から出てきたいや法然で結構です巡査は靴を脱いで剣を取って主人の後ろについて奥の間に入っていった1時間ほどしてから巡査は何事もないように落ち着いた顔をして出てきた そして頼もから吹く秋風に剣を鳴らして村を出て行ってしまった「巡査が来た」「何も調べた様子がない」村人はひそひそと語り合っただけであったその夜更けに薬売りの死体は庄屋の下男二人に運ばれて村の墓地に埋められてしまったそれを知った村人もあったがただひそひそと物語るだけで 君の悪い予感は誰の心にも往来したが秋の収穫となるにつれていつともなく薬屋殺しの噂は消えてしまった秋の収穫が終わると村の祭りの日が近づいてきた村の青年たちは祭りの夜の安ん張りに忙しく毎夜あの家この家に集まっていた娘たちは祭りの夜のお揃いの着物を縫うのに 夜も日もたなかった心のゆとりが出るに従って夜など更けると村人は薬屋殺しのことを思い出した今夜も村の青年が56人集まってあんどんにおどけをかき上げて話し出した「殺されぞん」というわけさ殺されたのじゃないっていうことだぜ自分から出歯に喉を通したのだってことだぜ。 おいめったなことを言うなよそんなこと知ってる人が下手人になるじゃないか嫌だぜオラは人の噂に聞いただけだからだからよそんなことは言わぬがいいぜだう、どうして知れないだろうそれがさ第一去年の自殺だって深く調べた様子がないそれが第一妙だ あれはまあ、なんとか金で済ましたんだろう。でも現在もある。おっと。ああ、飲んだと分かってれば、富山から出てこられるはずがねえじゃねえか。君が悪いようだ。金の力では何でも闇から闇さ。不服がましく言うなよ。そうでもしなけりゃ、三、四人はこの村から縄付きが出ら。 もうやめろよ。法年だ。お祭りでうんと踊って生臭い話を吹っ消そうぜ。そうだ。またもう少し書くかな。青年は暗読に絵筆を取り出した。娘たちはひそひそと針を動かしながら話していた。もう待ったってもあの人は来ないんだよ。話の上手な人だっけが。 男もよかったわね。まだ忘れられないんだとさ。あんたもらった白い薬ええ。少しもらったけれど。あら、ごちそうさまね。あれを持ってる人はみんなあの人と楽しくした人ですって。そんなことないのよ。あの人があんなことにならなければ。 あんたも今ごろは庄屋の娘さんのようにえっ気味の悪いまんざらそうでもないでしょ娘たちの話はいつまでも奥歯に物が挟まったままに尽きなかった「法然なればとて年貢米のましは どの小作人も庄屋に申し出しはしなかった。法年をことほぐ秋祭りも盛大に行われて、朝寒与寒もついに霜となって、山には雪が降った。里はみぞれ、山は白く夜が明ける。この農村の娘らは、春着を買いに町へ出ていく金があった。青年は、 読書会に書籍購入費を気前よく寄付するだけの金があったかくてすでに里にも初雪が降った純白な雪に清められてその雪のもとには全く罪が犯さるべくもなかった村は雪の子守に入って青年らはあの家この家に集まってわらじ作りを始めたかくて毎夜雪が降って かぎりは一つ色の神の技の純白となったあらゆる浮上もあらゆる不純も皆白い雪に清められてしまったその日は前夜からの粉雪が夜を徹して降り続いていた夜明けにはもう二尺を越していたこの様子では五尺は積もるだろうよ。 村人は昼下がりに淡い日の光の炉端に集まって話していたスズメは家の軒に集まって流し場の米も狙うことができずに開けた障子の隙から室内に逃げ込んできたいつともなく日はとっぷりと暮れて夜の外は雪の白さに青白い光が漂っているこういう夜に村の辻に雪女が出て 遅く帰る町からの村の青年を惑わすという夜が更けた犬の吠える声も聞こえなくなった脆弱そのものが魔のようにこの村を飲み込んでいる村の外れに5つ6つのカンテラの光が雪の中にチラチラと見えた眠った雪の村には剣の音さえも響いたカンテラに光る剣の反射は 雪の面に長く尾を引いた五六人の警官はギューギューッと靴の音を雪の中に立てて村へ入ってきた先に立つ巡査はカンテラを高くかざして後ろに続く人々を案内していた「この家です」先達が言ったそれは庄屋の門番であった「裏口はあちらです」 一人は裏口を見張ってくれ。警官の一人が裏へ回った小声に人々が34分の間何か言ったよし庄屋の門はどんどんと音を立って叩かれたその時一人の警官はもはや高塀を乗り越して門内に入っていた犬が吠え出した門内に入っていた警官は 犬を声高く追い払っうちから門が開かれた「裁判所検事局」と書かれた提灯を手にした2人の判官は開かれた門から入ってきた立て切った雨戸が音高く叩かれた勝手口の戸も割れるほどに叩かれた「どなたです」。来ないから声がした。 とにかく開けろ声が太かった。どなたです開けなければ叩き破るぞ雨戸は手早く庫外の人々に外された。庫内から伝統の光が庫外の人を表す。判事が真っ先に庫内に入った。ご主人は私が主人です。 判事は落ち着き払って令状を出したく捜索をします。主人はすでに拘束されていた大方は手分けをして庫内の各部屋にわたって家宅捜索を続けた34時間にわたる家宅捜索は厳密に施行されて判官の手にはおびただしき証拠書類と証拠品とが収められた夜の明け方近く 半官は主人を堂々して引き上げた雪はやんで20日余りの月が青白く見渡す果ての山までも青白く照らし出していた庄屋の行員と庄屋の家の家宅捜索とは夜明けとともに村中に知れ渡った村人は事件に対して全く想像さえもなし得なかったただ 不安が雲のごとく村総体を包んでいる23日を過ぎてまた数十名の警官が村へ体を整えて入ってきたそして村の娘という娘を一人一人調べた「お前は富山の薬屋と年頃になったろうそして白い薬をもらったろう正直に話せ話さぬと警察へ連れて行くぞ」 娘たちは震え上がって皆正直に白状した娘らが恋しい人の姿が現れると言って薬屋からもらった白い薬は皆警官の手に渡されたとんでもない親は娘らを怒鳴りつけた一とおり村の娘が取り調べを受けてしまったあとは また二三日何事もなかった村の青年たちは悪い薬売りと近しくした娘らを冷やかしては留院を下げていたしかし事件はこれのみでは終わらなかった45日を過ぎて村の青年らは再び現れた警官らに一人一人調べられた「薬屋を脅したのは貴様だろう」「う正直に話せば罪にはならない」 隠せば罪は重いぞ青年らは口を合わせて知らぬ存ぜぬで押し通していた青年会の幹事はついに検索された村は大騒動となったしかしこの事件が薬売り殺しと関係があるということ以外は村の人には全く見当がつくべくもなかった行印された青年会の幹事は 10日ほどで釈放されて村に帰ってきた。村の青年は幹事の帰宅を知って幹事の家に集まったが幹事にも一向事件の内容はわからなかった幹事は自分が主となって不拉致千番な薬売りを村から放築することを決議したことを正直に白状はしたが薬売り殺しの当也は町へ芝居を見に行っていたことが証拠立てられたので釈放されたのであった。 幹事は集まってきた青年に向かって行ったもう事がこう表立ってしまった以上は薬売り殺しの犯人は潔く自首してもらいたいお上のお手数をあまりかけるのはよくないどうか村の名誉のために自首して出てもらいたい幹事は青年たちの顔を見渡した青年たちは互いに顔を見合わせるばかりであった ととうとう薬売り殺しの犯人は自首して出なかった事件は相変わらず内容が発表されずに年が変わった農村に起こったこの事件は一向新聞にも発表されなかった深く降り積んだ雪も 春の光とともに日一日と浅くなった村の子供たちは雪解け風を喜んでタコをあげた山の雪も全く溶け失せる3月末となって山々には舞をあちこちにのびがついた「のびついた火がついたあったら無地なが焼け死んだ子供は夕暮れの村の辻に出て 大声を立てて山の火を叫んだそのころになって村の青年3人が突然降印された罪名は殺人罪であった青年会の幹事はこれで薬売り殺しの犯人が文明になったと言って初めて喜んだその3人は青年会には全く無関係な貧乏人の家のものであったので青年会員はやっと胸をなで下ろした 俺は君だと思っていたよ君が一番夢中になって薬売り放逐を唱えていたから俺はお前だと思ってたのだよそれでもお互いに青年会の者のでなくてよかったなあ彼らは諸女会がこの事件で恥をさらしたのを考えて青年会が全く無難であったのを祝していた倍通り一時に咲く春の日となって初めて 新聞を取っている村の家から事情が村人に発表された。大事件なんだ。日本全国に広がった事件なのだ。越中富山の薬売りに化けて10人ほどの男が台湾からこっそり持ってきたモルヒネを長崎からはどこか外国へうまく送り出して大金儲けをしたんだった頃だ。日本全国の田舎の金持ちが禁止になったのだ。 人は見かけによらんもんじゃないか。翔也もそれに入って、もう五六年大分金儲けをしていたんだってことだ。驚いたなあまだ驚くことがあるんだ。翔也の娘はゲさんに騙されて死んだのだが、それがモルヒネで死んだとわかると足がつくので、翔也はこの村へ来る巡査を金で買って、病気で死んだように医者に書か,かせて誤魔化しちゃったのだ。 そればかりか、りあの薬売りが去年になって庄屋と娘のことで喧嘩になっちゃってどうもことがバレそうで庄屋は心配でならなくなってきたのであの3人を頼んで薬売りを殺しにかかったのだそして薬箱の中に隠してあったモルヒネをすっかり手に入れてまた大金儲けをやったのだ あの巡査はすっかり庄屋から買収されていたので手のつけようもなかったのだってことだ。悪いことはできぬものじゃないか。あの隣の村の巡査の子が腹が痛むので庄屋へ薬をもらいに来たとき、昭屋は手元にあったモルヒネを少しくれた。そのモルヒネに子供が中毒したので医者が妙に思ったのが始まりで、とうとうみんなバレてしまったのだ。 あの純さんも子供が殺されたので悔しくなって庄屋のことをすっかり話しちゃったんだ日本中大騒動だよ人間には欲に限りがねえからどの村でも金持ちが仲間になっていたのだまた明日も新聞に出てくるだろう新聞による新知識は明日を待たせて言葉を切った